やっていきましょうか、えー。4月の23日、2022年です。えー、土曜日です、えー。昨日はニコニコ超会議の準備かなんかでニコニコ生放送が配信できなかったので、配信お休みしました。えー、今日はやります。1 <laughs> 日空いたって感じだけど、別に大丈夫だよねとは思ったりとかします。何の話しようかな。 えー、一発目、えー、ボブサップが飛行機の中で、えー、一緒に乗ってた人を馬乗りになって殴ってたと。それをこう携帯電話で撮ってる映像が流れて今日のニュースになってました。えー、一応詳細があってね、うん、酔っ払いの人がさ、白人の酔っ払ってる人がさ、おボブサップだよーつって、ボブサップボブサップつって、 その公共の飛行機の中で、えー、とにかくボブ・サップにちょっかいを出したと。ウェーイ、ウェーイっ,つってこ。これ、サップはもう最初無視してたんだけど超、超サップ無視してたんだけど、それでもやめないから、この人がね。ウェーイ、ウェーイっつって。 お酔っ払って俺はハッピーだし、俺は面白いことを言っているし、ジョークをかましているぜ、イエーイ、サップイエーイ、つって、耳に噛みつかないのかイエーイ、なつって、えー、やってたら、もう、サップがもう、切れちゃってさ、あの、やめろと、ミスター、ミスターやめるんだ、つって、でも、やめない。君が泣くまで殴るのをやめない、つって、えー で、殴られた後の、シューンってなってる、その白人の人とか <laughs>、ね、えー、の映像も込みで映ってたんだけどさ。ひどいよね。その、いわゆる、一般市民と言われる人たちは何やってもいいとか、思ってたりとか、その、自分がやったことで、自分は一般市民だから、その、守られる権利があるとか、 もしくはセレブに対して何でも攻撃していいとか、有名人に対して何やってもいいとか、さらに言うと酔っ払ってれば何してもいいっていうさ、なぜなら普段こう地味な生活をしていて、えー、その酔っ払った時ぐらいしか、その自分の感情を爆発させることができないっていうことすら、その一般人の権利だというふうにしている人があ、本当に強い人に、 あの、本当に強いからその人は暴力を振るったら人を殺す可能性があるから、ボクサーは人を殴っちゃいけないっていうのがあ,あったりするんだけど、そ、それをいいことに、その、イエーイボブスアップイエーイつって、やる感じ。で、それに対して正当な制裁を受けたという意味で、 割と清々しいニュースではあるなと思いました。だけど、これが場所が違って立場が違うと、ウィル・スミスはビンタをして10年間アカデミー賞のあれに入れないとかっていう形になるとかね、歪んでんなと思ったりとかした次第です。これは面白かったど。どう考えてもそのちょっかい出した人間が酔っ払ってることも含めてね、 ー酔っ払ってるなんて言い訳にならないんですよ。でも酔っ払って、北方領土は日本の領土だから返せって言った政治家みたいなのもいるけどな。っていうことだと思うんですよね。言い訳にならん。やっていいこととやっていかんことと、どういうふうなプロセスを踏んだらいいのかということを考えない人がいる。それは多分、 俺は一般人だからっていう,うん、その、そんな有名なセレブでも金持ってるわけでもなければ権力もないと、うん影響力もないから俺たちは何やってもいいんだっていうことを考えてる人たちがいるっていうことだと思うんだよね。それで楽しいと思ってる。うんとかね。あとは駆け出しのユーチューバーは何してもいいとか、まあいろいろその、 なんだろうね、か解釈を転嫁し,していくことはできるんだけど、なんかなあと思ってね、そらサップ起怒るわって思ったんですよ。うんまあ、同じようにウィル・スミスもそら怒るわなとか思うし、よくやったと、うん、思う部分もな,ないわけではないんだけど、これが一緒だなと思って、同じ黒人があこうやって人を殴るニュースが。 あ,あんまり魔王をかずに報道される感じっていうのがね、ちょっと面白いなと思いました。意図的なのか何なのかわかんないけど。でも、そこには必ず原因があってね。えー <laughs> うん、その原因の方は、究明したり、ねなこ、ここが悪かったよねっていうことをしないで、暴力を振るったことが悪いっていうのが、うん、いかんせんどうかななんていうふうに思いました。 ただ、ゲラゲラは笑いました。わサップ殴ってると思って。<laughs> あのそはボブサップに喧嘩打ったらダメだよっていうふうに思ったりした次第ですあの。ウィル・スミスもね、と思うよ。あの、今ね、ウィル・スミスのそのビンタの、あの、ニュースの件から、あれなんだけどさ、あのハンコックっていう映画があるのね。この アメコミヒーローにあの、ウィル・スミスがなって、だけど素行の悪いヒーローで、なんとか世間に認めさせるためにはクリーンなイメージで行かなきゃいけないっていう、うのはまあベースの話なんだけど、割と僕はあの、映画好きなんですよ。ハンコック。あの、スーパーヒーローが刑務所に入っちゃったりとかして、ね、そこでこう強がってるう、スーパーヒーローじゃない囚人がさ、 あの、お尻の穴に頭が入れられちゃうようなやつとかあ、結構むちゃくちゃでいいなと思ったりとかするんです。いつでも逃げられる牢屋に、それでも我慢して入ってるとかね。あれがウィル・スミスの我慢だなと思うんですよ。で、その力のない人とか、あ力のない警察なんかにも、こうね犯、犯罪者と対峙してたりすると、よくやったって言わなきゃいけないっていう。 言い慣れないよくやったがとてもこう面白く描かれてるんですけど、まさにハンコックだなと思ったりとかいたします。まあ本当は力がある人には敬意を示すべきだし、感謝すべきだなというふうに思ったりとかいたしました。今これが力のない人間も平等だ。今まで差別されてた我々も平等だっていうので、 全部の人間をフラットにしよう計画が世の中で起こってたりとかするんだけど、僕は不平等は不平等でいいんじゃねえかなと思ったりとかしますうん。それぞれがギフトをもらって生まれてきてるわけで、それが活かせるか活かせないかは時代も関係するし、環境も関係するだけで、 力が強い人にはより責任を持ってもらうということだけでいいんじゃないかなと思ったりとかします。逆に力のないものが無責任になるっていうことは一番危険なことなんだっていうことも同時にね、えー、学んでいかなければいけないのかなというふうに思いました。これは本当にひどいひ。ひどくて面白くて、あのー、ダメだよ。だから煽り運転とかしちゃダメだしね。えー なんだろうな。世の中のことが変えられないのに、ツイッターで、なんか、このニュースが悪いとか、良くないとか、な、直すべきだとか、なんか、と、とにかく言う人がいっぱいいるけど、その言ってる人たちは結局、世の中を直したり、良くしたりはしないんだっていうねわ。悪いニュースを見つけてきて、その時、その瞬間だけわーって騒いで、明日になれば忘れちゃうっていう人たちだから、 あんまりこう、まともに取り合わない方がいいのかな、なんていうふうに思いました。あの、木娘のしゃぶつけも、もう忘れてんだろうからさあ。あとなんかね、フランスでカルロス・ゴーンがですね、えー、なんか逮捕状出されたとかっつって、せっかく3年ぐらい逃げて、レバノンに行ってたカルロス・ゴーンが、フランスから逮捕状出たんだと思ったりとかしてですね。いやー、なんかなと思ったりとかするよ。 だから、うーん、ね、カルロス・ゴーンが悪いんだっていう人も、ね、ニュース見ている人もいるだろうけど、僕はもうどう考えてもカルロス・ゴーン、日産辞めるって言った後に辞めなかった。あのタイミングで辞めなかったのが一番、その、よく、よくない決断だったんだろうなとは思うんですよね。もう、もう僕は日産にいませんよっていうふうになったけど、いや待ってくれと いろんな会社から言われて立ち止まったと。で、本当はその、その時点で、カルロス・ゴーンが出てったら次は、俺が次期社長だって思ってた才川さんみたいなのが、結局まだいるんだったら謀反を起こすしかねえってって、あることないことを、あ罪をなすりつけて、えー、何年も交流所に入れたっていうこと自体が、その、カルロス・ゴーンの逃亡事件ですよ。 楽器の箱に入って、海外に逃亡したっていう。そ、そう、そうするしかなかったっていうね。な、どんな正論言っても聞く耳持たずで、お前はずっと閉じ込めておくと。家族にも合わせないと。ああ、お前はもうその犯罪者になるしかないんだ。犯罪者のレッテルを貼られて、罪を償うか金払うかどうにかしろと。ほんで、日産は日本の国の財産だからっていうので、 えー、日本の都合のいいように儲けたりとかね、お金を献上する装置としても使うんだというふうなそ、そういう悪だくみが見えてしまうので、ねえー、非常に良くなかったなと思いますねあの。まともな司法がそこに動いてないということがあるんで、だけど、何年かして、えー、フランスの方から逮捕状が出るというね。えー <laughs> お前らがルノーの会社でもっと日産をこう骨抜きにするためにゴーンになんかやってほしくてお前らはとどまれって言ってたのにもうそんな手のひら返しだよなと思ったりとかしましたね。だからこれも面白いニュースだなと思うけど今の人にはもうゴーン会長元会長がどんニュースなんかどうでもいいんだろうなっていうことも含めて ニヤニヤっとした話でありました。かで、今日っていうか昨日本当は話したかったんだけど、いやもう今世の中本当美容ブームでですねあの、男性向けの美容商品であったりとか、あとは男性向けの整形手術の広告であったりとか、 今ほんと見るようになりましたね。みんなそんなにモテたいのと思ってさ。あの、僕はもう若いうちに、人間が若いうちに恋愛をして、えー、こうパートナーを見つけてね。うんそ,れそれで次の世代の命をこう作っていくっていうことで全然いいと思うんだけどさ。その、もう人間としてのその、 ピークを過ぎた人はさ、衰えて死んでいくだけの人だからあの、そこにさ、その、まだモテたいとか、ずっと綺麗でいたいとか、肌ツルツルのね、男の美容は化粧水からみたいなのとか、今やってたりとかするやつね。40ぐらいのおじさんが若く見える。なんでだろうっつって。この化粧水を使っているからだよっつってね。 そしたら、その CM に出てくるダンディーな人みたいに俺もモテるかもしれないって,ってそ、その商品を買ってペタペタと <laughs>、水をつけたりするわけですよ。もうそれだけじゃない。今は男のそのシミとか、シワとかかっこ悪いから、ファンデーションで隠そう。うね、ザラザラの肌とか、毛穴とか、あ青髭とか、そういうのを全部隠してくれるファンデーションを常に塗ろう。 どういうことかっつうと、化粧品メーカーを儲かるための装置ですよね。そんなに男の化粧って必要かなって思うんですよ。その、年に一回のお祭りでね、なんか、男化粧とか、あーするぐらいだったら可愛いもんだなって思うんですよ。それは特別な日の特別なことだから。毎日をスペシャルにしてどうするんだろうなとも思ったりとかします。 これ、なんだろうね、もう、その、今までは女性向けにその美容のものとか、お化粧品とか、スキンケア用品とか、いろんなものを売ってたわけですけど、これがいよいよ男のターンになってきたと。だから、これは、あれだね、女性の方が化粧しない男なんか男じゃないっていうふうに言い始めたら、みんな慌ててまた化粧もし始めんだろうなと思うんだけど、まず、 男だろうが女だろうが、その化粧をするっていうこと自体がさ、物を無駄に使ってるっていうさ、ことにいい加減気づけよっていう。口紅を塗るたんびに、その染料みたいなものがなくなっていくんだからさ。な、な、なんだろうね、と思ったりするね。その。 人間が美しい期間なんて生まれて、0歳で生まれて、25歳ぐらいがピークで、そこからはあともう右肩下がりで醜く,くなっていくものなんだっていうさ。それをどうにかして止めたいとか、美魔女とか。だから、今度、あれだね、美魔女に代わって何か新しいワードが出るだろうな。美しいおじさんとか、<laughs> 美しいじいさんとか、 そんなのが出るかもしれないけどさ。なんかなと思ったりとかしてますだからと。特に一番怖いのが、その目のたるみ手術で、昔の僕は若くて素晴らしかったっつって、ここ撮りたいんだって。ま、あと、ほうれい線とかも撮りたいらしいんだけどさ。クマとかさ。おこれを手術で。 その、ね、と、10日間通うだけでこの手腕が取れますと。そうすると、あなたは10歳若返ります。若返りはしないんだよ。40年なら40年、50年なら50年生きてるんだから。そ、その分が刻まれて、あなたの寿命はもう残り何年で、ど、どんなに頑張ったって120歳以上生きないんだから、人間なんて。そ、その中にやってさ、その、恋愛期というか、 な,なんで二十歳ぐらいの時にもっと恋愛しなかったんだとかって思うわけですよ僕なんかはあ衰えたら衰えたらなりの生き方でいいじゃないかって思うんだけどどこにもなカツラもそうだしなカツラなんてモテるためにやってるだけだしなあ髪の毛がふ増えてボリュームがうんぬんとかってボリュームがなくなってることがバばバの証だろうがよって思ったりとかするんでうん そこまでごまかして、その、自分は他の人よりも愛されたいって思うことが、いかにこう、貧相なあ価値観かっていうことだよね。だから、その、年取るまでに、どれだけ自分の、あのあ、自分に優しくしてくれる人を周りに配置するかというか、どう、ね、そ、それはもう生き様であ,ありますんで。 どうやってて生きてきたかなわけで、すよでそ,それがもう40、40,50になったら、そのコミュニティで十分生きていけるだろうっていうのを積み上げなきゃいけないのに、みんなその40,50になるまで一人で生きてきて、えーね、お金使ったりとか、デートしたりとかっていうのを、その時その時の流行りで、好きに行きたいっていうのをこう積み上げてきた結果、ね、気づいたら自分がじいさんになってたと。 あ昔だったらね、ダンディーなロマンスグレーの紳士みたいな感じに言われてたのがもう今は、歳を取ったらもうすぐいらないって言われちゃう。それはでも当然なことだと思うんですよ。だから、いらないって言われたんだったら、ああ、そうか、いらないんですか。じゃあもう生きててすいませんって言って、その、世間の表舞台から降りればいいだけの話なのに、 ずっとこうやって居続けよう。この、どんな年になっても、モテたい。キャバクラでモテたいうん。とか思ってる人たちが、多分、僕が思ってる以上に世の中にはいるんだなと思って。これは、た、多分、多分これから男性の化粧が当たり前になって、常識になっていくので、僕の言ってることなんていうのは、ただの古いことになる。今はみんな当たり前にやってますよ。 なんでそれは当たり前にやってるのかっていうことなんですよ。無駄なことなんだから。その日、その、その日だけでしょあの、化粧で、え綺、ー、麗に見えるっていうのは。でも化粧落としたらシミだらけのシワだらけの GG の顔が出てくるんだろうっていうの。それも分かってて、でも、騙されたいっていう人がいるんですかそんなことないと思うんですよね。 なんだろうね。まあ、裸の自分を好きになってくれっていうことでもないけどさ。好きになら、なってもらえないからみんな化粧するんだろうからと思うんだけど。これは、もうん、単純に化粧メーカーがあー、そのターゲットを女性だけにするよりは、男性もターゲットにした方が、より物が売れるって思って、今、それをなんとか浸透させようとしてるだけの話で。 その世の中にも環境問題にしてもね、SDGs にしたって、そうですよ。だから SDGs に乗るんだったら女性の化粧すらいらないんですよ、うん。女性がすっぴんで綺麗だって思える年齢とかさ、あだって化粧なんかいらないんだから。いらないんだから。その化粧してまで、 綺麗に見られたいっていうことが、もう、ただのエゴイズムなんだっていうことを、もっと強く言えばいいと思うんだよね。だけど、化粧品作ってるメーカーは、それで、おまんま食ってるわけですから、あー、ね、この後に及んでですよ。なんだろうね。そんなに綺麗に見せたいのかなアクリル絵の具でも塗っとけよって思うんだけど、あの、ね、肌に優しいとか。 今だと、その、この夏に向けて、今年は猛暑らしくて、あの、日焼け止めの CM してました。その、マスクしてるから今、その、マスクしてないところが日焼けして、その、マスク焼けという形の、うん、マスクのどこだけこう日焼けしなくて白く残るから、ちゃんと日焼け止めを塗りましょうと。一日、その、5回に分けて、え、塗りましょうっていうね。朝、朝、朝、午前。 昼、3時ぐらい、あと6時ぐらいのね、夕日のきつい時間も全部塗りましょう。それはもうあれですよ、日焼け止め、塗りたい、売りたい人の戦略ですよ、と思って。1日5回塗ったら、また次買うスパンが短くなるわけですから。いらないでしょうよ、つよ <laughs> そんなにいることないだろうと思ってさ、ね、それが嫌なんだったら別に、今透明のマスクも売ってんだから、透明なマスクにしとけばと思ったりとかもするし、うん、意味わかんないなと思ったりするね。バランス取って日焼けサロンに行ったっていいんですって、うん、こうなんだろうなと思うその、うんね。女の人はバカだから騙されててもしょうがねえかと思うんだけど、 男はよりバカですからね。あーこ,こういう商品出始めたら、最初のうちはあ、その拒否反応みたいなもので、男が化粧なんてって言ってる人たちが、まあ、どんどんその、若い世代から化粧とかを当たり前にするんだと。見出しなみなんだっていうこと。眉毛揃えるのもそうだし、眉毛揃えるのもな。 みんな同じ眉毛になってて気持ち悪いなって僕なんかは思ったりするんですけど、あ <laughs> もうそんなみんな当たり前にやってんだろうからね。スキンケアがどうだとかは、鼻の頭の毛穴が開いてる男は最低だとかさ、えー、いろいろなそんな男性用の美容のニュースとかもコン目に入る話になってて、ね、よくないなと思ったりとかしますね。あ年相応に老けて、そして、 その、老けるんだから。もう、ほっといたって、一日一日、えー、老け込んでいくのは、しょうがない。生命としてしょうがないんだから、老け込む前にな、なんぼか持ててくださいよ。わざわざ老けた後にさ、まだモてたいとか、まだ愛されたいとか、うね、パパ活したいとかもそうだけど、みっともなくてさ、お前はその生きてる何十年を、 ううなんでそんな無駄に生きてたんだっていうさうう、ことだからさ、もうなんか十分ですよっていうような幸せを30代とかまでにちゃんと掴んでくださいよっていうのが、僕の怒りの根源でありその、男性美容というものをできたら浸透させたくない、いや、浸透するんだろうなと思うんです。世の中はあの本当にそのビジュアル優先で え流、ー、する人もいる。ね、女,女性は、その結婚対象に何を求めるかっていうと、その、お金持ちであるとか、まあそういうのは当たり前であって、えー、より大事なのは自分の遺伝子、自分の子供が不細工でからかわれるような生き方をさせたくないっ,つって、綺麗な顔の人とお付き合いっていうか、最終的には綺麗な顔の遺伝子を お残したいっていうふうに思ってるわけですから。これはもう間違いないですよ。そんなことないね。っていう人は、ど、どっかに思ってるはずなんだから、そういうのは。思ってるはずっつとダメだな。よ、予測になっちゃう。実際、聞、聞いて、<laughs> あ、こうそうなんだと思ったりとね,ね。あの、 ブ,ブサイクと結婚するとブサイクしか生まれないから、それは嫌だって思ってる女の人がそう言ってましたんで。えー、<laughs> だから私は、面、えー、食いなんですっていうようなことを言ってる人がいるんで、えー、そうなんだろうなと僕は思います。それはでも正しいというかね、生存戦略として正しいなとは思うので、えー、でも、 一番大事なのは本当はど,どんなその境遇であれ、自分に有利に働くように、その振る舞える頭脳の方が大事であってそ、それは多分求めてないし、自分たちは教育できないっていうふうに思ってるんだろうから、諦めてるどうなんだろうなと思うんですけどね。一番大事なのは頭の良さですよ。う いや本当はその美的センスも逆転させるぐらいに口がうまいとかね、あの、世の中の仕組みを変えれる頭の良さだったりするわけですけど、そういうのじゃなく、今の決まってる世の中と決まってる美的感覚の中で、えー、どう振る舞えるかっていうことしか考えてないんだったら、やっぱその人はそのそれまでの人なんだろうなと思いますね。えー、そういう人が今生き残って、 いい年になって、貯金はたいて、えー、目のくま取り手術とか、するんだって思うとね、はぁ、はぁ、やだやだやだ <laughs>。って思います。ね、そんな、そんなことしたってモテはしないんですよとは思うんだけどそ、それでモテる程度だったら、そう、どうだろうなとやっぱ思ったりとかしますんでね。でもやっぱり、その、 見た目は大事なのでね。見,見た目と、あとは、その、権威みたいなものは、権威があると、それだけでついてくる人がいるんで、んまあ、しょうがないかなと思ったりとかします。というわけで、ここからは戦争の話です。ね、ロシアが、まあ、マウリポリを占拠したっていうあたりから、ニュースが、あ,あるのは、現時点のニュースなんだけど、ちょっと思ったんだよね、その、 ウクちゃんとロシちゃんがいるわけじゃん。これをさ、学校の喧嘩に、喧嘩してると。うん、ロシちゃんから喧嘩売られて、ウクちゃんがとにかく防戦一方で喧嘩始めた。これに、クラス中の人が、うん、これを見物に来てるわけですよ。わあ、いいぞ、やれやれ、ですよ。大体いいね、クラスの中でこう、殴り合いとか始まったりとかすると、エンジンができてさ、 ま、皆さんはご経験がないかもしれないけど、大体クラスで喧嘩が始まると、その、戦ってる二人ですよね。A 君と B 君ロロ、ウク君とロシ君が喧嘩してる様を、周りの人がエンジン囲んで、あの、ヤジを投げたりとか、やめなさいよとか、やめろよとは言いながらも、実際に手を出して止める人はいない。 で、この喧嘩が始まったのが2ヶ月前だっていうので、この見物人が今飽きたんだなっていうふうに思ってます。<laughs> 支援する人もいればなんかできないかとか、いろいろ言ってたりするけども、その、動いてる人とは別にその国民感情として、2ヶ月も戦争してる、2ヶ月も喧嘩してるのをずっと見てたり応援してたりっていうのを、やれないんだから、もう授業始まっちゃうから、 うんね、自分の席に戻ろうっつって。だけど、その二人だけは喧嘩をやめない。学校の先生が新しい授業でこう入ってきても喧嘩をやめないっていうさ。うんそで、先生も喧嘩を止められないまんま、次の日になってもその人たちは殴り合ってる。ね、みんなが下校して、次の日登校して、そのクラスに入るとまだ殴り合ってるっていうさ。 あそういう事態なのまた、あ、やってらーっつーの、ね、もうのでだんだんみんな飽きてきてそのエンジンが今ちりぢりになってるのが今なんだろうなーって思います。あ秋っぽいまあねよそ様の戦争だし、えー、何にもできることないしじゃあ別にみ見てたってどうせ直接戦車からこう。うん バーンとこう弾が出たりとか、マシンガン撃ってる人のその、うん、もう虚備ヘルメットとかにそのへ、兵士の見たまんまの映像が映るようなカメラとか、うん、入れてんだから、そのアメリカの警察なんか警察全員にそんなのやってんだから、そんなのもあるだろうに、そういうのは残酷すぎて見せられないとかね、うん、そんなんで見るものもなくなってくるとさ、 それはみんな飽きるんだよなぁと思って。飽きるんだったら最初から関わんない方がよくないとか、ちょっとそんな風に思ったりとかしてます。あとはタラレバの話というか、もうここから SF の話になりますよ。ロシアという超大国がありますね。下には中国だ、左にはポーランドだ、右には日本が海だとかあるけどさ。これをさ、あの、どうにかして超大国から どんどんロシアの国土を奪っていけばいいのにって僕は思うんですよね。これはずっと最初から言ってることで、ロシアが喧嘩を吹っかけたとあ。あの時点で、おいっつって、本当に踏み込んだら俺らもあー武器とか持ってお前らのやろうとしてることを止めるぜっていうのをアメリカなり何な,なりがやればですよ。 こんなに長引くこともないわけですよ。でも、みんなそれを世界大戦になるから、躊躇してると。ね、そ,その手をこまねいてる間に、えーこ、こんなになっちゃった。ね。修復不可能になっちゃった。仲直りも多分できないだろうね。うん、じゃあ、このまんまロシアに土地を取らせていいのかなまあ、これくらいだったらいいのかもしれないな。 世界的に見たら別に僕たちは血を流してるわけでもないし、いいのかななんていうふうに思って。じゃあ、その、大騒ぎしたので言うと、クリミア半島から考えると、だいぶ大騒ぎはしたわけですけど、いや、あの、そのクラスの外でヤジ飛ばしてるような見物人ごときにはやっぱ世界は変えられないわけですね。ここに割って入って、お前らやめろっつっ ここに第三者が入ってこなきゃいけないわけで。これにはもう力には力をですよ。より強い力で。あのー、どうしよう。また同じ話しようか。そのいじめられっ子を助けようとしてうー、クラスメート、僕のクラスメートが昔殴りたかったら俺を殴れって言って本当に殴られて病院に入院した話みたいにね。正義感で武力を講じないで、 その、それっぽい格好つけなセリフを言って、一番損行いたのは殴りたかったら俺を殴れって言ったそのクラスメートの子だったわけですけどもいや。殴りたかったら俺を殴れって言って、またそれが治って帰ってきてからのその後のおとなしいことおとなしいことあ、いろいろ悟ったんだろうね。<laughs> とかね。あるんですが、暴力しか僕はないと思うんですよね。で、 そのみんなその、ね、アメリカだヨーロッパだがさ、えー、MU じゃなくて何だっけ、えー、なんかある,あるでしょ <laughs> NPO じゃなくて軍事同盟がどうだとか言ってるけどそれは既存の国なわけだからあのここに第三国を作って、ね、こうロシアの中でテロが起きましたっていう体にして 至るところで同時多発のロシアでテロが起こった風にして、でも裏では、その、軍事の支援をアメリカとかがしてるけど、ここの国取っちゃえばいいじゃん、ロシアを、と思うの。<laughs> 言ってることわかるうん今ある国の人たちがそれぞれ悪いことをしたらその悪いイメージがつくから、 あくまで新しい国を作って独立するんだっていう人たちがロシアの中から自然発生的に出てきたっていう体にしてロシアの国土をどんどん狭くしていけばいい。我々は独立する。旧ソ連からも脱退する。新民主主義だとか、新資本主義だっつって、わーっつってこうね、の資源持ってる地域とか、ガス持ってる地域とかからどんどん独立してって、 で、僕らは僕らで独自に外交をしますっ,つって、それぞれ EU に都合のいいようなあ、やり取りをしたり、アメリカに都合のいいような、アジアに都合のいいようなやり取りをすればいいじゃない。だから、ロシアが分解して、その、その、旧、旧ロシアというか、今のロシアの考え方でロシアは素晴らしい、絶対的な素晴らしい国なんだっていうのはもうモスクワの、 周りちょっとだけ残してあと全部第三国の新しいニューヨーを作っちゃえばいいんじゃねえのというふうに思ったりするわけです。でも誰もそれをしない。ね、<laughs> 世界大戦になってロシアが血迷って核を世界中に発射したら困るからって話なんだけどうーんそれでいいんじゃないかなと思ったけどロシアという国はどんどん小さくしていってうんね。 この資源に頼ってる国もたくさんあるんでしょじゃあ、ドイツの、ドイツと仲のいい大新第三国として、新しい国がここに生まれりゃいいじゃん。天然ガスだけ掘ってるどこの国だけ独立するという体で、その、ロシアから土地を取っちゃえばいいじゃんっていうふうに僕は思うんだけど、誰もしないね、そういうことね。えー、ロシアだけが分かりきった嘘というか、 一方的なその正義の押し付けをして、こんなことをしましたよっていうニュースだけが、こう日本に届いてくるというのがあってさ。なんでそれがする、できるかってうと、元々ロシアはね、ソビエト連邦っていうでかい集合体の国があって、で、それをもう一回復刻させようっていう思いのもと、 今のロシアが動いてるわけだからそ、そんなこと考えさせないぐらいに国を縮小させてしまえばいいじゃないかっていう。う名前ばっかりのモスクワしかない、首都モスクワ、ロシア、あ50キロ圏内みたいな国にしちゃって、あ,あと周りを武力で制した国が、あ、あのー、囲んじゃえばいいじゃんって思うんだけど、あそういうのしないね。 それは人道的に外れてるんですかねと思うんですけど。もともと人道から外れてるんだから、戦争なんてものは。じゃあ、どんな手を使っても、その国を弱体化させるなりさ、今この国がなんでそういう思い上がりで戦争を起こしてるかっいうと、自分たちの国の国の国土と、その思想の高さと、文明の高さっていうものに、 あぐらを書いて、その、行動してるからであってさ、あの、他の民族がかわいそうだとかっていう、ね、隣国がかわいそうだって思うんだったら、ここの国に隣国をなくさせればいいわけで、なんでそれ死ねえんだろうな、って思ったりとかする。あね、日本だって何、何あの、いろいろ、この、この語を及んでなんか、北方領土は我が国の領土であるとか、 行ったりとかしてるのとかさ、もう取られちゃってんだからさ、と思うんだけど、未だにそんなの言ってブー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 言っててさ、喧嘩のもとだけ残しながらずっとそんなこと言ってるっていうさ、でも喧嘩はしないわけですよ。この見物人の中で、わーってヤジ飛ばしてる中の、どさくさに紛れて北方領土はーって言ってるようなことなので、じゃあ日本に都合のいい、 その資源回収する国として、日本じゃない第三国をこの辺に作っちゃえばいいんですよ、わーっとみんなで取り決めして、そのもうロシアから物取っちゃうぞって言って、で、新しい国作っちゃえばいいんですよ、うん、そこにはロシア人住めないようにすればいいだけの話だから、どん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 追いやってモク、モスクワにだけロシア人を入れるように作っていけばいい,い,いだけの話です。うん なんでそれしないんだろうなーって思う。バカなのかなーって思ったりとか、平和ボケなのかなーとかさ、ずっと思ってたりする。で、構図としてはこれだなーって思って。で、みんな飽きてんだなーっていう。<laughs> これからどんどんみんなが飽きていくんだろうなーって思うんですよ。コロナもそうだしね。コロナはでも、それで考えると、まあ、さすがパンデミックというかね、ー2年、3年、 そのマスク生活というのを世界中にこう、うん、蔓延させたのはさすがだなと思ったりしますけど、そのマジックも今、もう、感染者の数がどうであろうが、死者がどうであろうがですよ、もうみんなマスク外したいし、ゴールデンウィークに旅行に行きたいし、その60年とかね、ぐらいですよ。 今、人生100年とか言ってるけど、実質60年ぐらいですよ。楽しく動けて、えー、旅行とかも楽しめるのなんかそれぐらいだ、なわけですよ。ね、残りの人生も残り少ないあー貴重な人生の何年かをコロナに取られてしまった。取り返したいっていう人たちが今、あいて、 そこには、だから科学的交渉とか結果とか知るかボケ俺たちはマスクを外したいんだっていう、今その考えで動いてるから、うわ、人間ってバカだなって思うんですよね。<laughs> あの今だってもうその飲食店に行ったりとか全然するわけじゃん。 あの食、食う時だけマスク外しますっていう手にしてても、酒を飲んだりとかするともうそんなことも忘れてウェーってなったりとかするわけですよ。ジョギングしてる人は、ね、自分がジョギングするのに息苦しいからマスクを外すわけですよ。あの、どうしたってジョギングをしたいんだから。酸素ボンベを背負ってまでジョギングしたい人はいないわけですよ。 ね、ジョギングするか、しないか、マスクしないでジョギングするか、マスクをして、えー、ジョギングもしないで黙っているかっていう二択とかさ、どんどんアホな考えになったりとかさ、ルームランナー買ったはいいけれど、部屋の肥やしになっているとかね、<laughs> あのあ、テレワークみたいなものは結局根付かなかったとかね、含めて、 ちょうどいいじゃんと思ったりするんだよね。例えば、コロナ禍で人があんまり外に出ない。あとは、家もあんまり建設できない。で、今、その、戦争とか燃料高騰のせいで、外国から木が入ってこないと。だから家建てらんないんだって。<laughs> 材木が入ってこないから、家建てらんないんだって。アルミがないから、台所作れないんだってさ。<laughs> じゃあ、作らなきゃいいじゃんって思うんですよ。 ののない、ない材木を半分に割ってさ、また姉派建築みたいなさ、地震になったらすぐ倒れるような、あの、建て売住宅みたいなのバカみたいに作るよりはさ、あの、ちゃん、ちゃんとした材木をちゃんと使って、ちゃんとした家を建てればいいじゃんって思うんだけど、そんなの目先のことを考えてる人たちはじゃあ何にも考えないんですよ。ず、もう全部その都合のいいように、都合のいいようにやってって、 その結果が今なわけですから、もうなんだろうね。あの、まあまともに生きるっていうのがどういうことか、僕もわかんないっちゃわかんないんですけど、まあでも、その、まともじゃねえなって思ったりします。今の現状とか、それに対して何の対抗策もなかったりとか、あ自分の国を守るのだけに一生懸命になっているそれぞれの国とかを見るにつけ、 えーまあ、正義感なんていうものを振るってもしょうがないんだっていうのは僕も従々分かってはいるんですけど。じゃあ、どんな悪いことをしてでも今、そのこ、これからも悪いことをするであろう国をさ、分割して解体してそれぞれ自分たちの都合のいい、その、あの、化石燃料を吸い上げる土地として利用するとかでもいいしさ、そこにどんな嘘をついても構わんみたいなことで、 えー、これは我々の国とは関係ない。この、これは独立した人たちがやってるんで。で、そこをこう、う選挙したら都合よくそね、外国に燃料を送るう国としてさあ、作っていけばいいんだけど、話なんじゃねえのと思ったりとかします。ここ,こに対してロシアのく国に対しての同情が一個もないんですけど、うん、だから、 もうスクワだけ残しとけばいいんだろう結局って思ったりするのでね。<laughs> そこだけ残してれば一応ロシアの文化圏は守ったってことになって他の広大な土地はより有効に利用するというので、うんうん、新しくできる国に、うんうん、管理を任せる。で、その新しい国は裏で、えー、他の大国が糸を引いているという体にするっていうので、いいんじゃねえかなと思ったりとかします。 ーね、誰もこういうこと言わないよね、と思ってました。それ、そんだけみんなは平和主義なのか、頭が悪いのか、はたまたは頭がいいのか。いやね、こ、こんなこと誰も言わないんだなと思ったりとかしてますね。なんで言わないんだろう。<laughs> っていうふうに、ちょっと、今の戦争は見ています。日々なんか、その、 とにかくウクライナの人に同情しましょうみたいなニュースとかも、本当は飽き飽きなんですよ。あの、もう、なんか衛星からレーザービャーとでもやって壊しちゃえばいいのにとか思ったりとかします。まあその辺が、あれだな、進撃の巨人が完結しましたけど、あの、進撃の巨人の地鳴らし的なものであるんだろうなとは思うんですけどね。あだから、 今僕の配信にはまあんま若い人はね、来てるは来てるけど、そんな来てないけど、実は進撃の巨人読者世代みたいなものからすると、割とそういうことを思ってたりするのかもしれないなという希望もちょっと持ったりとかします。まあ接点がないんでわかんないですけどね。ああ、嫌だなと思ってますねすみませんで。もうあと今日はとにかくこれ、男の美容は本当にあの踏みとどまってね、みんな、ね、あの しょうもない化粧品メーカーにお金を落とす機会を作らないでください。あと、宝石とかね。あのー、どうせもう、その、地球から取れるそういう宝石みたいなものもそんなに多くないんだから。ああの <laughs> 宝石高くなって欲しいとか、ゴールドが価値があるから買っとこうとかさ、資産運用とか言ってるけど、うーん馬鹿臭いし、その、 君たちがその大事に持ってたり、その小分けにして持ってる宝石も本当は何かのエネルギーになる可能性もあるので、ただの装飾品で、そのね、ダイヤモンドカットとかしてさ、なんか商品にして売ってたりとかっていうのは、もうそれは20、20世紀でやめようぜって。どうせ色のついたガラス玉とか綺麗なのいっぱい作れるんだから <laughs>。 本物の石だとかさ、クリスタルのスケルトンだとかっつってさ、なんかありがたがるのもうやめようぜ。もう全部 3D プリンターで作れるんだからっていうようなので、うーなんかげ幻想なわけですよ。宝石は綺麗、綺麗だから高いっていう、そのう、たくさんお金を払わないと宝石は手に入らないっていう考え方を、 利用する人からすると、それは都合のいい嘘なわけだけど、その、みんなそんな、なんだ、結婚して、えー、給料3ヶ月分の結婚指輪をはめることがどれだけいいんだって話でしょ良かないわけですよ。ね、ずっとつけてると指が太っちゃって、結局切らなきゃいけなくなったりとか、するだけのものなんだからさ、そんなの大事にするのをなんか、くだらないんだっていうことに、 えー、いい加減考え方とかシフトしてってもいいのになあとは思うけど、ないんですね。不思議なもんだなと思う。で、その不思議なもんだなと思う中で今メタ。メタバース。もうメタバースダメかもって言われてますけど。あの、これはさ、ね、ここではないどこかでしょ。 そこに自分じゃない自分というものをもう一人作るというものですよ。そしてこの新世界、存在しない空間で新たな仮想空間で、えー、仮想世界を楽しもうと、現実世界ともう一つの世界を持つ。 そのもう一つの世界で夢を叶えようでもいいしそのもう一つの世界が、まあ、その今仮想通貨とものができつつあるけどそこでもう一つ新しいものを作り出していこうと新しい価値を作り出していこうとそれを担保するのは電力であるっていうね、えー、ものがあるんだけどさこ,これはちょっと今みんなが信じきれてなかったりとかするけど、うん、まあもう地球が有限であるということが分かって てしままっった人からこっちに移行ははすするんだろうなとは思いますそ,れそれも後ろに電力使ってるわけですけどね。<laughs> 燃料を燃やしたり、核爆発をさせて作ったエネルギーで、その存在しないものを存在してるように感じる世界というのを作っていく。AR と VR を駆使してね、やっていくんだけど、あの でも多分こっちに移行していくんだろうなと思いますね、うん。それは地表にいる、もう地表にその可能性というかがどんどんなくなってきてるからという、うんうん、ことでもあると思います。うんうん、で、大多数の人がそれ,それすらわからないで流行で、今はまだ流行してないメタバースですけど、うん、誰かが その、メタバースすごいよとか、新しいよ、面白いよって言うと、うん、まあ、そ、そ、そこに対してちょっとした自分の利益が生まれるんだって思うと、うん、わーっと世界中に広がっていくんだろうなと思ったりいたします。そこには、メタバースの存在理由であるとか、が、もうその、利用してる人たちにはわからない。ね、Twitter なんで使ってんのか自分たちはわからない。 ラインをなんで使ってるのかは自分たちはわからないという状態と一緒ですよ。ただみんなが使ってて便利だからっていう、それはなぜ便利なのかの説明ができる人がそれほどいないにもかかわらず、うん使ってる人がたくさんいるっていう状況ですよ。うーんだから、その便利であることをみんなが説明できる必要はないわけです。うんメタバースというものがあって、 それを大多数の人間が利用しているという事実だけあれば、人は、あとは何も考えないでそこに簡単に参加するっていうことをするっていう生き物でもある。自己判断なんかできない生き物なんだって話なんですけど、うんなんかそこに行き着くんじゃないかなと思ったりとかいたします。うんだから地球の資源も有,有効にうまく使っていけばいいんですよ。 本当に化粧品なんか作るのとか、本当無駄なんですよ。毎日お風呂に入るのだって無駄なんか効率のいいお風呂の入り方で何日に1回、この、入るのが一番適正であると。今はもう毎日入ってほしいわけだし、あの、ね、潔癖症とか、綺麗好きの人は毎日お風呂に入るとかするわけですけど、あの、 ね、そうやって一生懸命毎日お風呂に入ったり髪洗ったりとかして髪剥げるわけでしょ一生懸命頭皮をこすってさ、一生懸命自分たちでこう剥げる努力をする。だから剥げたくはないけれども、髪を洗わないと頭が臭いって言われるかもしれないという恐怖感で髪を洗ってるわけでしょ体を洗ってるわけですよあー。僕は信じられないよ。シャワーだけ浴びる人だとかね、お風呂でね。 シャワー出し続けて、こう石鹸をつけたような感じにして、これでシャワーを流して、その流れた水はどこに行くかって話ですよ。下水を通って海に流れていくわけですよ。毎日毎日、生きてる人分だけそうやって風呂に入って、汚い水を排出している。自分の体はきれいになるかもしれないけど、海はどんどん汚れていくわけですよ。あーそういうの考えないでしょ 海がいずれその汚れて汚くなることを考えるよりも、自分の体が臭いって思われて、その人間のコミュニティから排除される方がみんな怖いわけですから。うん。なんかね、そう、そういうのでね、おかしいね、おかしいなって思ったりするわけです。トイレの芳香剤とかねうん。ファブリーズが僕は一番そ,それなんですけどね。 それぞれの家庭の匂いがあっていいんじゃないと思うんだけど、あれもうなんだ、お前んちの天井低くないからそうなんだけど、人との違いですよね。を指摘するそのギャグみたいなものがある一時期から生まれ始めて90年代ぐらいかな、特に。みんな汚くてしょうがないと思ってたのは80年代までで。 より個人主義になって潔癖主義になっていくのが多分90年代からだと思うんですよね。人ん家に行ったら人ん家の匂いするのなんか当たり前だろうって思うんだけど、うん、ん臭いっつって、うちの匂いと違う、臭いってことは、その人からすると臭いっていうあれかもしれないけど、逆に言われた側の人がさ、その、その、 行った人のうちに行けばさ、その人の匂いになるわけですよ。お互い様なんですよ。これお互い様がなくなってんだよね。で、そのお互い様をなくすためのファブリーズなわけで、みんなのところでファブリーズの匂いしてたらいいだろうって。<laughs> 今そういう結論になってるっていう。でもそれは地球にいらないゴミを出すわけですよね。消臭力もそうですよ。いらないんですよ、あんなもん。あの 自分が、あー汚す、もしくは自分から排泄されるものは、えー、その体に必要がないから必要じゃない、ね、もう一回食べなくて、食べたくなくなるような匂い付きの排泄物として出るのが当たり前なんだから。だから、それをね、生活するのに、あの臭いのは嫌だからって言って、その 全部下水に流して見ながったものにするっていう文化自体がもう持たなくなってきている社会なんだぞっていうさ。どんどん人間が増えていくと結局その出す排泄物もうまく利用していかなきゃいけないんだぞっていうところに何にもかかわらずね、プラスチックをもう一回溶かして形にしてみましたとか、エコバッグがどうだとかさ、ストローをやめましたとかさ、 ああそんなんばっかやってるっていうのは頭おかしいんじゃねえのっていう僕は思ったりとかするっていう話です。みんながそれを信じてやってるから、それ,それで気が済みはいいんじゃねえっていうのもあるけど、僕は嫌だなっていう話です。SDGs クソくらいですよ。ああ <laughs> そのように思ったりとかしてます。今話してる間にこれを話そうって思ったけど、またそれも忘れたんで。 まあ忘れるぐらいだったら、そんなもんかなと思ったりとかします。はぁ、あ、ね。おかしいんだよ、みんな。すごいなぁと思うよ、やっぱり。でもそうじゃないと暮らしていけないんだよねー、みんなね、と思ったりとかする。 かごめんね,ごめんね今ちょっと確認をしますおかしいな僕は作ってみたとかの配信じゃないはずなんだけどなんでブレンダーのタグから好きな人が来場するんだろう今日はなんでこれが多発するんだろうありがとうございますでも今日ブレンダー触らないんですよ 雑談で、なんか、ごちゃごちゃやって、今、1時間ぐらい経過したところです。いやー、よくないね。本当みんなが信じてるものが、本当にそれは正しいのかっていうのは言っていきたい。別にみんながそれを信じる分には構わないんですけど。 放送者の好きなリストにブレンダーが設定さ、ああじゃあ、プロジェクトゾンボイドで来る人もいるってことか。あ,ありがとうございます。はーあーありがとう。メモしとこう。ニコラマ。これ、放送者の好きなものにブレンダーがあるから、そうか。それで、同じ趣味の友達の人がいるかもってことで来るんだね。お前、たまにブレンダーの配信をするので。 えー、うん。これはか、勘弁してください。申し訳ない。ありがとうございます。じゃあ、せっかくだから、ブレンダーっぽい話とかするか。うん、<laughs> せっかくだから、つあだけど、うん。あー、でも今日、配信のツール的には出せないは出せないのか。難しいな。ありがとう。あそういう設定なんだね。 ブレンダーね。えっ、ー、とね、今 G ブラシというやつがあってね、もうブレンダーから離れちゃってる。これがね、なんだっけ、あ、マクソン1っていうやつに吸収されたかなんかで、あれなんだよね、あの、売り切り版の、10万円で売り切り版のやつがなくなって、全部年間4万円のサブスクの G ブラシになると。で、 今までーブラシって、その、僕らが好きなジャンルでどう使われてたかっていうと、3D の CG であったりとか、ああいうのに使われてたんだけど、 はい、すいません。すいません。あの、ブレンダーの <laughs>、ブレンダーの画像とか出そうと思って今出せませんでしたけど。ジブラシの話、ね、ジブラシが今そ、それで変わっちゃうのね。販売元というか、その、買収されたところで。で、えー、そこはいわゆるキャ,キャド設計みたいなやつとか、 ああの造形物とかに詳しいところなんでその、ゲームのキャラクターで G ブラシ使って人形を作ってそれにボーン入れて動かしたいとか、あとはあフィギュアフィ。フィギュアの原型としてーブラシ使うとか、そういったものにあんま特化しなくなるんじゃないかということが言われてて、もうずっと僕ーブラシ欲しいな、欲しいなって言ってたんだけど、 本当、これ、今買っとかないと、本当まずいんじゃねえかっていう、買い切り版買っとかないと、ずっとサブスクで使わない機能がどんどん増えてく G ブラシにお金払い続けることになるんじゃねえかっていうふうに、いう危機感があるっていうのがあります。そのね。あ,ーあ好きなものに入ってると それを通じて見に来る人がいるってことね。ありがてえけど今日はブレンダーやってねえんだって話で申し訳ない。そうか、そうか。ありがとうございます。教えてくれてありがとう。ありがとう。で、まあ、ブレンダーとはちょっと離れるんだけど、今ジーブラシがそんなことになっててさ、いやーと思ったりとかしうもうブレンダーで0、1で作るのほんと大変で、あの、何が大変って、 原型作るのが一番めんどくさいんだよ、その、ブレンダーって。板ポリから作っていくこともあんま少なくはなりましたけど、まだスカルプモードもそんなに便利じゃないし、う,うまく使えないから。だから、ある程度の形に G ブラシでできたものをブレンダーに投げて、そっから、なんだっけ、あの、上、上側にペタペタ貼り直すやつやって、 っていう感じで作ってんだよね。なのであ、今日は見せられないですけど。申し訳ないけど。まあ、でもそい、そういうのもやってるからあそ。そういうのもよろしくお願いしますよ。たまにやってますんでね。ブレンダーで。 なんか作ってスクリーンショットしたやつとか最近のやつはないんだね。うん、これは申し訳ないな。最近のやつがない。2年前のやつしかない。ブレンダー、ブレンダーブ。ブ、ブ、ブ、ブレンダー。あ、ない。本当に何もない。申し訳ない。 ちょ、ちょっと、ちょっとマイク切ります。トイレに行きます。 はい、すみません。おトイレに行ってましてですね。まあ、でも、いいことですよ。おトイレは。あの、うーん、お通じがあるってうのはいいことですからね。便秘で1週間ずっと大変だっていう人に比べたら、お通じがあるのはいいことですよ。足が痛い。<laughs> ちょっと歩くと足が痛いね。まあ、しょうがないでしょ 何の話だジー、G、ブラの話してたのが、ジー、G、ブラ欲しかったね。ただ、もう、もう、だから、便利に使えるスカルプツールみたいなものが今一個吸収されたので、どう、どうしたもんかなと思ったりしてますあ。あれ、スカルプツールの中で、ジーブラシ本当に触りやすいのでね。 あれでもレイヤーがちゃんと使えてさ、別々に、ぼ、棒も、こう、入れられるようなやつでさ、あのパッケージ本当によかったんだけどなぁと思うんだけど。難しいね。そういうので言うとね。ジブラパッケージ版みたいなの欲しいなぁ。ブレンダーもね。 よくできてるし、3.1になってから、またやれること増えたり、流体とか、あと煙とかができるようになって、とてもいいなと思いますけど。ただ、一個一個のもの作るときのうん、手順がね、めんどくさいなっていうのは、変わらずあります。今それがめんどくさくないように、い,いろいろブレンダーの中にアセットが組まれてて、 あなたがく、あなたが作りたいのは戦車ですかじゃあ戦車作るのに割と便利な、うんこ、このツール入れれば1時間ぐらいで戦車、色なしの戦車ぐらいだったら作れますよ、みたいなのとか、うん、が結構準備されてたりとかして、それはそれで作りやすいんだけど、その、やっぱ、その、一から作りたいんだよね。<laughs> あの粘土こねこねしてる感じで、作り上げる感じで、その、 いわゆるアセットっていうのはプラモデルみたい。まあ、まあ、プラ、プラモデルよりは、よりこう自由度が高いんだけど、プラモと一緒なんだよなと思ったりとかするの。準備されてるものを組み合わせて、えー、作っていくから。えー、それは、なんだろう。あんまりそのツールを理解したことになんねんじゃねえかなという古い考えでね。えー、アセットいっぱい使っていけばいいんですけど。 どうしてもなんか一から作ろうとしてめんどくせえっていつも言ってるっていう。そんなん当たりいたします。まあ今はでもあ、今ちょっと困ってんのはあれだね、ブレンダー勉強しようかなと思って、その、まあバージョンが今3.1なんだけど、2.6とか2.4ぐらいのブレンダーの記事も、 その勉強しようっていう人の総数がさ、その時代時代で高いものが上がってくるからさ、いまだに 2. 点いくつのブレンダーとかさあの、検索に引っかかってきて、ああ、これ、その、今の、え、今の UI と違う形に書かれてるから、どこ探せばいいんだって、うーんってなるときがあるとか、そんなのがあったりとかはしますね。一生懸命ブレンダーの話を話そうとしました。ありがとうございます。 まあ、そんな感じです。えー、あとはないかな、今日は。本当はあるかもしんないんだけど。あ、スプラトゥーンか。スプラトゥーンの発売日が9月に決まったっつってね。えー、全部前倒しみたいですけど。よかったですね。<laughs> ゲームね。今ゲームの話あんまり面白くないんだよな。ゲームそのものに自分はあんまり 執着しなくなったっていうのもあるのが面白いんだよだかもしれないなだそ、それはそれで保守的なんだよな。なんでも遊んどくべきだよとは思うんですけど。どうにも、ちょっとゲーム立ち上げては、あいや、やっぱいいかってなる感じが、最近はとても多いです。よくない。Nintendo Switch はでも、 その携帯機だから割とちょろっと立ち上げてねあのやることあるんだけどあの末置きの Wii U が今近場にあったりとかあとプレス3今閉まっちゃってたりとかするんだけどあれは立ち上げづらいね配線一回やってで電源入れてこっからブイーンって待って 遊ぶの結構大変だなと思ったりとかいたします。ゲームはだからやっぱね、ロード時間がないのがベストですよね。どんどんそのグラフィックとか、まあ、処理能力上がるから、ロード時間5秒で短いとかって言いますけど、やっぱり立ち上げてすぐパンですよね。パチッパンスタートっていう、それじゃないと思いますね。 あとは固有のタイトルがも、うもう今遊んでる人のゲームが僕もわかんないんでね、エルデンリングを 1, か1ヶ月ぐらいわーっと遊びましたけど、今エルデンリングもな、アップデートでまたいろいろ変わったらしいんですけど、エルデンリングもなと思うんですよね。エルデンリングやっぱ最初の1回だけだもんなと思って。 うん、知らないものを知っていく楽しさ以上に、うん、なんだろうね、エルデンリング、極めれば極まるんだろうけど、あれちょっと違うかなと思いますね。あの、なんだろうな、な、なんともならない。なんともならない。 100%プレイがかなり難しい部類に入る。だから、なるべく戦闘早く終わるように強い武器とか、あとは下踏みみたいなもん使うとかね、うん、が最適解に結局なら、なってしまう。まあ、あともう分かってるところでエルデンリングは出血武器が相当強いとか、そういうのなんで、んあんまりなーっていうふうには思います。 それぐらいだ。もう、そんな深い話なんかできない、えー。で、あのね、今、あの、その世代その世代でやるゲームが違って、例えば僕はもうモンスターハンターをやらないんだけど、やってないんだけど、ワンからずっとモンスターハンターやってないんだけど、それでいいんだよなって思ってんの。だから僕よりも下の世代の人がモンスターハンター好きな世代があって、 その人たちは、モンハンが共通語になってるから、それでいいと思うの。あと、ポケモンとかね。その世代、その世代で遊ぶゲーム、ブームになってるゲーム、共通項になってるゲームがあって、それでいいんだと思うの。だから、僕らにしてみれば、いわゆる初、初代ファミコンというか、初期のファミコンだったり、それよりちょっと前のゲームだったり、 っていうのが共通項であればいいっていう。それがある意味健全なんだっていう。その世代によって住み分けされてるゲームがあって、それが、それで健全でいいんだっていうふうに思ったりします。だから、年寄りがこのゲームやって、この,このゲームはここがダメだ、あれがダメだっていうのは、一番良くなくて。楽しんで遊んでる人がいればそれでいいじゃないっていう。そんなのがある。 ポケモンはすごいよね。下の世代もずっと取り組み続けてる。あれはね、だから僕最初のポケモン出た時の話またしますけど、これいつもしてんだけど、ポケモンが赤と緑でゲームボーイで出た時にさ、ずるいって思っちゃったんだよ、僕は。<laughs> なんで同じに出てくるモンスターが違うんだよね。赤と緑がね。 なんで2個買わせるつもりなんだと思ってさ。で、赤と緑だったら絶対みんな赤買うだろうって思うんですよ。その、赤に描かれてるのが、その、あれですよ。ドラゴンみたいなのが描かれててさ。緑に描かれてるのがさ、なんか葉っぱ生えた亀みたいなのがパッケージになっててさ。俺絶対緑買うやつなんかいないじゃんっていう。<laughs> そしたら、みんなね、どっちか買って、 キャッキャッキャ,ッキャ遊んでるわけですから、へえって思って。みんなあの、この強そうなドラゴンの方ばっか買うんじゃねえのかなと思ってたら、赤買ってる人と緑買ってる人で通信してっていうのから始まってね、ずーっと、ずーっとあのコレクションゲームを遊んでる人たちはすごいですよね。僕はだからポケモンに入り込めなかった人。 何年か前にポケモン青やって、ああ、なるほど。これでみんな喜んでんだ。これで交換できるのをすげえ楽しんでんだとか思ったりしましたけどうん。ポケモンはすごい。すごいけど、実のところ僕はポケモンの凄さが分かってないんですよね。なんでみんなあれ遊んでんだろうっていうのはわからない。わからないんですよ。あ、あのー、 ね、ゲームが人気でアニメになったし、アニメーションの方はアニメーションの方で、いわゆる、その1話完結の古典のアニメーションの焼き直しをポケモンにこうフィードバックさせてるから、見やすいし、親も子供に見させやすいんだなっていうのは、その、思ってましたけど、ずっと何十年とポケモンが続くにあたって、 こんなに長いコンテンツになってさ、まあ、その、老害みたいな人が遊ぶポケモンもあるんだろうし、新規の人が入ってくポケモンもあるんだろうけど、なんでみんなポケモン遊んでんだろうなっていうのはわからんですね。未だにわからん。ずるいと思うから。最初に、最初に売ってた赤緑の売り方がずるいと思ってるから、 そ,そっからずっとそ,それで遊んでて中のポケモンでこれ持ってるやつがすごくてとかん、ね、そのみんなでそのポケモンを育てて対戦するのが楽しいとかっていうのとか何がその他のゲームより優れてて。 えー、新しくてっていうのが分からなかったりしますね、僕はね。だから、モンスター仲間にするゲームはね、それより前にもあったはずだし、トレードとかするとか、そういうのなのか、ビジュアルなのか、あーね、なぜかみんなポケモンが好きだよなと思ったりとかします。で、今あれだろうポケモンの作者の人、あれだろヘレン・ケラーとかの、その、 有名人図鑑みたいなやつで本になってんだろうと思ってさ <laughs> あの、すごいねと思ったりしますね。スティーブ・ジョブズとそのポケモン作った人が一緒に並ぶんだけど、あれ面白いなと思ったりとかしますね。うーんでもぼ僕にはちょっとやっぱり理解できない。 ね、で、その後、ポケモンが流行ったからデジモンやら何やらで、ドラクエもそれパクってテリーのワンダーランドとかわ,わかんないんですよね。ポケモンはいつも人気ですよね。まあさ、最初人気になったのには、ある程度さ、その、今よりもコロコロコミックが少年少女に与える影響力が強かったりするのもあるし、うん、ポケモンの成功は最初にコロコロと組んで、 やったところもでかいんだろうなとか思ったりはするんだけど今はもうわかんないねもうせ、世界中にポケモンが広がってさポケモンつってポケモン GO とか世界中の人が遊んだりする現象もあるのとかも僕はもう指くわえて外から見てるだけでしたんで自分でポケモン GO やろうと思わなかったんでわ、ね、かんないね 魅力はわかんない <laughs>。一応ピカチュウがその最初のマスコットとして大事に扱われてたりとかいうのはあるけど、わかんないそ。その後のダイヤモンドパールとかね、ブラックホワイトとか、シリーズが出るたびにみんながわーって集まって、ああでもないこうでもない、このキャラが強い、このキャラで勝った、レアが出た出ないっていう風に、 生き一遊してるのに行くともうわかんなくなっちゃうね。う大したもんだなとは思いますし、その、そ、それも世代でね、ね、ポケモン直撃世代の人とか、それぞれのね、その、自分はダイヤモンドからとか、自分は、あーソードからとかさ、ソードシールドからっていう人もいるんだろうし。うーん なんだろうね。ポケモン否定発のはあんま見ねえなとっていう気はいたしますね。あれは、あれも謎だよね。アンチポケモンみたいな人はあんまり表舞台に出てこないよなぁと思ったりとかしてます。うよくわからんポ。ポケモンの人気はもう最初っからわからん。<laughs> まあまあ。 そんなのがあったりするから、えー、いいかなと思ったりしますよ。<laughs> ポケモンね。ポケモンでしか得られないものってあんのかなあだからポケモンとゼノブレイドが僕には一緒に見えてるんだよね、多分ね。ストーリーを追って、 まあその間に集めるポケモンに若干の差はあるにしても、うん、こう、ストーリーはみんな同じ体験をして、同じ話ができるというか、うんね、さ最低限というか、自然に覚えていくもんなんだろうけど、ね、普通の生活じゃ役に立たないわけだから、ポケモンのモンスターの名前で何百匹覚えたって。でもみんな覚えて、 えー、その話をするっていうね。まあでもそ、それが遊びですから、それでいいんだとは思うんだけど。すごいね。長いね、ポケモンはね。でも、僕はやっぱり、その、その世代を超えてね、今は、だから、初代やってたのがお父さんで、その子供が、ね、次の世代のポケモン遊んでみたりとか、 するようなことが起こってたり、するぐらいに長いコンテンツになってる。でかいコンテンツになってるっていう。あみんなよく飽きねえなとは思ったりします。終わらないコンテンツに関しては、お金になるから作り続けるし、未だにお金になり続けてるから作られ続けるんだろうけど、よく飽きねえなとは思ったりしますね。5年もすれば、 その一つのゲームのブームなんつうのは終わるんじゃねえかなと思ってたりするんで、今の人たちのその何かを追っかける感じっていうのは、ぼ僕にはちょっとわからない部分であったりします。ぼ僕らの時はと、とにかくゲームの流行りなんつうのは一年ごとにこう入れ替わり、立ち替わりだったんで、 で、ちょっとでも売れないって思ったゲームはもう続編出ないみたいな感じになってたんで。今はそういうので言うと、ね、ある程度、客がついてさ、あのー、ファ、ファ、ファンの支持母体が10万単位ぐらいになってたら、ずっと続編出し続けるもんね。その、ファンが飽きるまで出し続けてくれるというか、そういう、そういう売り方になってるから、余計に、あ、うん、の、テレビゲームなんかは、 わかりづらいな、なんていうふうに思ったりいたします。流行ってなくても出るでしょダービースタリオンとか好きな人は遊ぶから <laughs> ずっと出続けるようなもんで、プロ野球ゲームとか、ね、プロサッカーゲームとか、あんな感じになる。もう、あそこまで行くとジャンル特化としか言いようがないけど、なんかそんな気がいたしますね。 難しいんだね。だから、本当のニュージャンルとして、その、マインクラフトみたいなゲームがね、バーンと出て、めちゃめちゃ売れるっていうのは、それはそれでよくわかる。で、未だにマインクラフト好きな人もいるし、マインクラフトが、がみでこう、お金儲けてるというか、マインクラフトの基本機能から、なんか、こう、進化させて、えー、人集めて、お金に変えてる人とかさ、もういるから、 それはそれでありなんだろうなと思うんだけど。ああ、でもマインクラフトダンジョンズって結局鳴り物入りで出たはいいけど、今効かないもんね。やってる人はやってんだろうけど、そんなに世界的なブームになってるっていうのは効かないから。やっぱ初代のマインクラフトの持ってるそのパッケージ能力っていうのが高かったんだろうなとは思いますけど。 そ、それでも今あんまりマイクラやってる人っていないわけでしょやってる人はやってるけど、うん、その、大ブームになった人の大多数がもう、その、押し入れの隅にマイクラのソフトが入ってるっていうようなもんだと思うんで、そんなんじゃないかなと思ったりしますね。だゲームってそれでいいと思ってんの。ずっと、ずっと愛され続けて、何年も何年も遊ばれ続けるっていうものじゃなくて、 うーん新しいの出たらすぐにみんなそれに倶り返するっていうのとか、ゲームを楽しく遊んでる人たちが、その世代ごとに入れ替わってくってことでよくて、年取ってゲーム遊ばなくなったっつうのは、それはそれでいいかなと思ったりとかしますね。指痛くなるし。今はゲームで遊ぶと指がとにかく疲れる。背中が凝る。うーん目がしょぼしょぼする。 <laughs> だから、ゲームも若,若くて健康なうちだよなとは思ったりします。遊ぶんだったら。今本当、謎のメヤニがとにかくたくさんあって、それはもうデジタルの作業をするとき、いつも思うけど、メヤニが、メヤニがって思ったりとか。 さて、えー、もう割と話したいことがブレました。今日話したかったのは、あれです。本当に男の美容に対して文句が言いたいっていう、それが第一でした。なんで、まあ、それが喋れたんで今日は良かったかなと思います、えー。今日は以上です。ありがとうございました。終わります。お疲れちゃう。